さあということで今週の一冊をお願いします。はい、今週の一冊はですね、はい、これちょっとだいぶ昔の、はい、黒人文学の傑作ですね、ウィリアム・メルヴィン・ケリー、はい、僕のために泣け。これね、なんだかんだ言ってこの最後の僕のために泣け、 Cry for me っていう短編がすごいの。自分のおじさんが実はシンガーだったんだよね、うん、であるところでたまたまギターを貸して、あの時間があるんでちょっと歌ってくれないかと言われて歌う、はい、でものすごい歌を歌ってスーパースターになれかけのところで歌を歌いすぎて突然ステージで死んでしまうっていう、死んじゃう、不思議な短編なんだけど、それがね実になんかいい感じの一人称で書いてあるんですよ。で正直そのちょっと読んでもらえばわかるんだけど、僕のあの池袋のトーンとすごい近いものがあるんだよね。これは割と影響を受けた文章なので、なのでとりあえず、まあ、全部読まなくていいから最後のこの僕のために泣け、はい、Cry for me っていう一本だけちょっと読んでみて、うん、試してみてほしいかな、うん、いや面白いよ黒人作家の小説って。興味深いですね、うんうん、なんか想定がピカソの絵みたいですけどね。てかいいタイトルです ね僕のために泣けってね、うん、そうだね、うん、Cry for me かいいタイトルだよね、うん、なんかそのこんな感じの人なんだけどね。へー、でもこの感じでさ、ニットキャップかぶってヒゲ面で、うんうんうん、ハンサムじゃん、うんうん、ハーバード大学創作科卒、マジっすか。この人も優秀、あのこの彼と一緒で超エリートな貴族ですね。貴族ですね、はいはい、この時代のハーバード卒の黒人はもう超貴族、すごいわ、うん、ちょっと読んでみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで今宵もご視聴いただいてありがとうございました。また来週お目にお耳にかかりましょう。それでは、はい、おやすみなさい。バイバイ。